近鉄長野線。長野線は、大阪府羽び野市の古市駅から、大阪府河内長野市の河内長野駅までを結ぶ、近畿日本鉄道、近鉄の鉄道路線。沿線に、金剛ニュータウンなどの住宅地や、多数の大学、高校等が立地しており、南大阪線と共に、大阪府南河内エリアの主要通勤、通学路線となっている。沿線には、岩病で、 名高い日本三不動の一つである滝谷、不動明王子や、花火大会や高校野球で知られる、パーフェクトリバティー教団、PL 教団の本部などもある。また、この路線では、南半な道路や国道309号等、主要道路との交差部が立体化されている。2017年10月1日現在、岸駅と田林駅間の不動三原大使線、交差予定地前後で高架化工事。 カリ方式がやれており、2022年度に事業を完了する予定である。IC カードピタパーイコカスイカなど全国総合利用の乗車カードが使用できる。以前はスルッと関西対応カード及び J スルーカードにも対応していた。1960年代中頃まで腕儀式信号機があったが、ATS 化までに腕儀式信号機は 色灯式信号機に取り替えられ廃止された。前線、大阪統括部、旧天王寺営業局の管轄である。全区間で国道170号と並走している。なお、以下に示す、沿線外境はすべて古市河内長の方向であり、逆方向においては順番が逆になり、風景が左右逆となる。 古市駅を発車した電車は、南大阪線が左に分かれていくのに対して、まっすぐ南下する。これは、海曜鉄道が大阪と南川地地域を結ぶ、目的で先に建設されたためである。古市県区への入出庫線が右に分かれていくと、旧国道1 7 5号をアンダークロスし、住宅街の中を走る。南半那道路と立体交差するとほどなくして、 富田林市に入り、線路は緩やかに右にカーブし、岸駅に至る。この駅は、大阪芸術大学、大野生学院大学、上宮大使中学校、高等学校へのバスが発着しており、朝夕は学生で混雑する。岸駅を発車するとしばらくは、田畑や住宅街、工場が混在する風景が続く。現在、 不動三原大使線との交差部付近の立体交差化が進められており、この区間は仮線を走行する。右手に見える大平和記念塔が徐々に大きく見え、富田林市街に入ってくると線路は右に大きく、カーブして二面二線の富田林駅に到着する。富田林駅以南は単線となり、この駅で折り返す列車も少なからず存在するため、引き上げ線が一線ある。 PL 教団本部もより駅でもあり、毎年8月1日には、PL 花火芸術が行われるために激しく混雑す。る。富田林駅を発車して、左にカーブをすると、富田林西口駅に至る。富田林市の中心駅は先日の富田林駅で、あるが、富田林市役所をはじめとした、観光庁外は、富田林西口駅の方が近い、また周辺には、 富田林高校、中学校や河南高校があるため朝ラッシュを中心に混雑する。その先はしばらく、富田林の住宅街を走り、高架を登って川西駅。ここを出るとすぐに国道309号と立体交差して、再び地上区間となる。線路は緩やかに左へカーブして、住宅などの建物は次第に換算として園となっているところが目立ち始める。 今度は右へ、緩やかにカーブし、行き違い設備を持つ滝谷不動駅に到着する。滝谷不動駅は滝谷不動明王子や大阪大谷大学の最寄り駅である。初芝とんだばやし高校直通のバスも、この駅付近から出ている。また、単線区間で行き違い設備があるのはこの駅だけである。ため、終日この駅では必ず列車の行き違いが行われる。同駅を出ると線路は、 曲線が少々多くなる。河内長野市に入ると住宅街を走り、次第に左手に高台が迫ってきて、潮の宮駅に至る。この高台では、みかんの栽培が多く行われている。潮の宮駅を出ると線路は、竹林の中を縫って走り、旧国道170号を立体交差でまたぐ。さらに林や工場の並ぶ区間を、うねうねと曲がりながら走り、 河内長野市街に近づくと右手から何回高野線が合流してきて終着の河内長野駅に到着する。普通、準急、急行とも線内では全列車各駅に停車する。ダイヤは基本的に大阪安部屋京駅に直通するように組まれている。昼間時間帯は大阪安部屋京駅発着の準急が1時間あたり4本運転されているほか、平日朝ラッシュ時には 河内長野発大阪安部屋京気急行や、大阪安部屋京発富田林行き急行、ユーラッシュ時には、大阪安部屋京発河内長野行きや富田林発、大阪安部屋橋行き急行も運転されている。なお、河内長野発大阪安部屋橋行き急行は2013年3月18日から2014年9月19日の期間は設定がなかった。 平日朝と、夕らラッシュ時及び早朝と深夜帯には、大阪阿部屋京駅富田林駅間の準急が運転出ており、普通列車は、富田林、ばやし、河内長野行きが早朝、朝夕らラッシュ時、古市、大阪阿部屋橋行きが、夕らラッシュ時と深夜帯に運転されている。土日の早朝には、大阪阿部屋京発河内長野行き、平日の早朝には、 河内奄美発河内長野行きもそれぞれ運転されている。また平日の朝ラッシュ終了時には、富田林発大阪阿部阿波市行きが運転されている。1時間あたりの本数は、複線区間の古市駅富田林駅間は、ラッシュ時間帯は6本、単線区間の富田林駅河内長野駅間では一部時間帯を、除いて4本となっており、ほぼ終日にわたって、滝や不動駅で、 列車交換が行われるネットダイヤを形成している。編成量数は各駅のホーム有効長により、古市駅富田林駅間が最長8両、富田林駅河内長野駅間が最長5両に制限されるため、ラッシュ時間帯には古市駅で車両の増解決を行う列車が多く見られる。このため、古市駅富田林駅間では、 最短2両編成から最長8両編成の列車が運転されている。富田林駅でも増解決作業が行われていたが、2013年3月17日のダイヤ変更よりすべて古市駅で行われるようになった。ラッシュ時間帯には、古市駅富田林駅間で改装を兼ねた8両編成の普通列車も運転される。なお、 南大阪線を大阪安部屋京駅古市駅間の普通列車は最長6両、古市駅かし原神宮前駅間、尺戸駅かし原神宮前駅間の普通列車は最長6両で運転可能だが、もっぱら区間急行の6両運転のための有効法務長として活用されており、2013年現在、この区間の5両以上の普通列車の運転は皆無と吉野線。 五所線は、最長4両、道明寺線では、最長2両のため、南大阪線系、南大阪線、道明寺線、長野線、五所線、吉野線で8両編成の普通列車はこの区間でしか、見られない。2018年3月のダイヤ変更で、終電時間帯の時刻が見直され、大阪安部屋橋駅、河内長野行き順級、 富田ダ林駅準急のそれぞれの最終列車の発車時刻が繰り下げられた。毎年8月1日には PL 花火芸術が開催されるため、大阪安部屋京駅富田林駅間で多数の準急が運転されるなど、13時から15時、以降大規模な臨時ダイヤで運転される近鉄南大阪線 PL 花火臨時台を参照。2005年までは、 大阪安部屋共発の急行も運転されていた。その後、大阪安部屋共発富田林行き急行の運転は行われなくなっていたが、2014年9月21日のダイヤ変更より定期列車として、活した。また2010年は、従来の臨時列車のほか2万6000系、桜ラ,ライナーを2本連結した8両編成で、大阪安部屋共発富田林行きの臨時特急。 路のみが運転された。この列車には PL 花火芸術号という愛称付けヘッドマークが運転室内より掲出された。また、大晦日から元旦にかけての終夜運転は長野線でも実施されている。ここ最近では古市駅河内長野駅間に普通を、おおむね20分間隔で運転される形態となっていたが、2009年、 平成21年12月31日から2010年平成22年1月1日にかけての終夜運転では南大阪線系統全体で減便され長野線でも30分間隔に減便された時刻はその都度近鉄の公式ホームページでも掲載されることになっている南大阪線系統の通勤系車両が使用されている特急車両は 臨時列車を除き基本的に入線することはない。火曜鉄道が大阪と南河内を結ぶためや、高野山三 k 客を当て込み、現在の道明寺線及び南大阪線の一部に、あたる柏原駅古市駅間に続き、東高野街道沿いに、古市駅とんだばや駅間を開業させたのが、始まり。当時の列車は、蒸気機関車兼引だった。しかし、経営難に陥り、 開業翌年には路線は別会社の河南鉄道に引き継がれる。長野、現在の河内長野駅まで全通したのは1902年のことである。2015年11月10日調査による主要駅の乗降者数は次の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。